ガラクトースは、アルドヘキソースに分類される担当の一種である。乳製品や天才、ガム、および粘液で見出されるほか、人の体内でも合成され各組織で、糖脂質や糖タンパク質の一部を形成する、エネルギーとなる食い物である。分子式、分子量は、グルコースと同じく C6H12O6、180、である。立体配置は2位、5位のマイナスオーガ。O が 同じ方向、3位、4位が、反対方向であり、D ガラクトースの5位の立体配置は D グリセルアルデヒドと同じである。グルコースの4エピマーである。天然では D ガラクトースがほとんどである。グルコースと共に二等類のラクトースを構成する。ラクトースからグルコース、ガラクトースへの分解は、コ素ラクターゼによって加水分解される。このコースを書く人は、 乳糖非耐性となり、乳中の糖類を栄養とすることができない。さらに大腸に達したラクトースが腸内細菌に分解され、ガスと腹の張りの原因となる。人体では、ラクトースを分泌するために、グルコースが入腺で、ガラクトースに変換されて生じる。ガラクトースは、通常の解刀系では分解されないため、c 四をエピマー化して、グルコースにする必要がある。 人では、ガラクトースは、ウリジンにリン酸誘導体を経由し、グルコースマイナス6リン酸へ変えられる。この4酵素で行われる反応は、ルロワール経路といい、ルイ・ルロワールが解明した。1、ガラクトキナーゼがガラクトースをリン酸化する。2、ガラクトースマイナス1リン酸、ウリジリルトランスフェラーゼが、ウリジリル元を転移させ、グルコースマイナス1リン酸という DP、ガラクトースを与える。 3.UDP ガラクトースマイナス4エピメラーゼが UDP ガラクトースを UDP グルコースに異性化する。これは、ホインシノなどが C4 を参加して、再び還元していると考えられている。4. ホスホグルコムターゼがグルコースマイナス1リン酸をグルコースマイナス6リン酸に分子内転移させる。ガラクトース血症は遺伝病であり、 ガラクトースをグルコースに変換できないことで発症する。主な原因は、ガラクトース -1 リン酸ウリジリルトランスフェラーゼの変異である。例えば、血中のガラクトース濃度が上がると、目のガラクトース濃度も上がり、ガラクチトールに還元され、これが蓄積すると白内障を引き起こす。排糖体や動作の構成成分として動植物に幅広く存在する。 また一部の海藻類の細胞壁には、エルタイも存在する。ABC、ボート製化学第3版ドーナルド・ボート・ジュリス・ G ボート、タミヤ・ノブオタ役東京科学導入2005.228。ありがとうございます。